おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。というわけで、ついに置いてしまったという感じで、これはもう今、もう必死になって読み込んでる最中。はい。これはね、日本というよりも大日本帝国が戦争で負けたっていう失敗は、一体、その何故の失敗だったのかっていうのを、はい、資料を全部集めて検討するというね。こういう軍略ものなんです。すねでね、メンバーがすごくて、 戸部良一さん、これ、兄弟の政治学、外交士の方、防衛大学の、えー、杉野義夫さん、それから寺本さん、えー、吉谷さん、わ、えー、ら、早稲田の組織学の方、村井智秀さん、東大の軍事士、金田新一上智大、組織論の方、野中育次郎、キャルフォルニア大バークレー校組織論。つまり、日本軍の敗北を、その、防衛、うん 戦争、組織論、政治論、そういうものでもう一回振り返ろうという。壮大なテーマですね。これはね、俺もなんか、昔ね、夢中で読んだことがあったんですよね。はい。これ、ちょっと問題のある言い方かもしれませんが、この失敗の本質を読むときにですね、とにかく反戦とか平和憲法とか、いっぱいあるかもしれませんが、全部横に置いといて、 典型的な組織論で割り切って戦争というものを見つめ直した方が分かりやすいんじゃないかと。はい、その中で日本が負けた戦争をピックアップしますけども、まあ、全部負けてんですけど、あの日本は。だから負けたんですけど、その中でも有名な敗戦を、俺ね、この失敗の本質の中でね、すっごくこれ気に入ったっていうかね、なるほどと思ったのは、 先の大戦ね、えー、ある人は太平洋戦争と言い、ある人は大東亜戦争と言っておりますが、その、えー、戦争に関してですね、日本は負けることについても失敗したのだっていうね。うん、戦争にはね、負け方があるんだっていう。はあ、この失敗の本質という、この本はですね、戦争をどう見るかというと、戦争を最後の外交と見るんですよ。うん こんなことがあるそうで、今年も間もなく終わってしまいますが、大変気なくさい火薬の匂いのする本年だったし、世界のあちこちからも火薬の匂いが漂ってきますが、こういうことを改めて考えますと、あれとこう少しこう思うことになる。もちろん、さっきの大戦、太平洋戦争、大東亜戦争のことでありますけども、南洋諸島において日本軍は25の島に駐留してる。 25の島を占領中流してるんですね。ねはい、米軍との戦争で、米軍が上陸、占拠したのが、25のうちたった8つなんです。あ、そんな少ないんですかそう思うだろう。はあ、そのことが、やっぱり、その、振り返るべき戦争の内容なんだよな。つまり、25の島に日本軍がいて、米軍が、 その取ってった島ってたった8つしかないのよ。うん、たった8つしかないのになんで負けたんだ思うよね、はい。不思議です。うん。つまり戦争というのは8つ取られただけで負けちゃうものなのよ。うん、この失敗の本質という本のその分析の仕方の面白さは日本軍が最後まで守ってた島がいかに戦略的に無価値な島だったか。うん、大事な島は全部取られてる はい、だから負け方に関しても失敗したのであるというね。量より質ってことですか戦争についてはね。<ー>それはこの,あの戦略論とか戦術論とかいっぱい難しいのあるんですがでも私はなんかこういうことからしてもねあのもう二度と戦争は嫌だとかっていうメッセージの前にどんなふうに嫌な戦争だったかっていうのをはっきりこの目で見るというのも。 この「年重要にになななっったののでではいいかなってうううふうに思うんですよね、うんはい、えこの失敗の本質」という本はもういまだにあの売れ続けている本でありまして新しい資料も加えてなんと45釣り本年で、うん、だからなかなかの名著なんですよね。はい、こう日本人が犯してしまった失敗っていうのが 実はそのなんかただ単に戦争だけではなくてね、経済とか文化の組み方にも実は日本人のというのがあるのではないかというね。で、明日からね、野門藩の戦い。これを3枚におろしてみたい。と思う、はい、ちょっとネタがでかいんで、おろせるかどうか。でも極力頑張りますんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。武田鉄也、今朝の3枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。2012年本屋さんに置いてあった本でありますが、超入門失敗の本質。これは鈴木さんという慶応卒の組織ビジネス論。マーケティングコンサルタントおやりの方が、まあ戦争とビジネスの最前線を重ねてという、まあ戦争からビジネスを学ぼうと。はい、失敗の本質に関しては、この本をもう一度読み、 直したり新しい資料であの戦いを再検討するなんていう本が今年結構出ましたね。はい、でね、読み返すとね、つくづく考えちゃうね、なんかね。戦争についてね。うん、今回、まな板の上は日本の陸軍の大失敗でありまして、ノモンハ藩事件。これ カナさんも首ひねしたけど、まあ我々にとってはもう記憶に遠いと言いますか、私ども戦後世代も知りませんし、カナさんなんかも世界史で。はい。ちょっと名前ぐらい聞いたことが、はい、日本史で出てきたような気がします、ね、ノモンハン事件ね。はい。メドベージェフがノモンハンについて演説しましたね。知らないか。えっと、ノモンハンの場所まで行って、モンゴルの人たちとロシアの人たちを合わせて、えー、ニッキ日本をやっつけた、ここが古戦場で、 我々は国際的な地位をここからの勝利で勝ち得たのであるというね。うん、はい。でも、カナさん、やっぱね、戦争の解釈って、本当に政治だね。うん。俺、改めてもう、6冊ぐらい、3枚おろそめ読んでんのよ、本は。はい。もう、読む本ごとに違う。うん。今年ですよ、メドベージェフが。 あの、ノモンハンで日本軍をやっつけた戦勝記念のパーティーをやったの。なんでそんなことやったと思うかなさん。いや、俺もね、それはやっぱりね、勝った戦争だから威張りたいっていうのと、日本が確かにあんなバカな戦争をやったからと思ったんですけども、どうもそんだけじゃないというのが戦争の見方でね。うん、ノモンハンの事件というのは、陸軍が大失敗しただけではなくて、スターリンというやり手に、 もう散々やっつけられたっていう外交でも負けた失敗なんですよ。はい。そのスターリンというのがヒトラーと手を組んだばっかりに、ロシアの人の中にずっとわだかまりがあって、最初お前らヒトラーの仲間だったじゃねえか。日本と同じっていうね。日本もヒトラーの仲間だったわけですから。一緒にされてたまるかっていうのをメドベージェスさんはどうしても言いたい。だから北方領土を返さないんですよ。 日本に勝った証拠って、北方領土取ってる以外にないんですよ。うん。ということは、戦争はもちろん日本反省しますよ。ひどい戦争したんだ。だけど、解釈に至っては、そう簡単にできるもんじゃないんですよ。はい。この辺が難しいところでね。で、私の大好きな柴良太郎さんはこれを書こうとして、はっきり言って失敗なさったんですよね。え、失敗そうなんですよ。 それはね、資料を集めるのが難しいのと、作戦指導に当たった人がね、割と生きてらっしゃるんで、まだね、歴史として乾いてないんですよ。あの先の戦争は乾いてないんですよ。非常に扱いにくいんですよね。はい。ンハン事件を振り返ってみましょう。え、時をどこから振り戻すかというと、1939年、昭和14年5月から、 9月での出来事であります。状況は日中戦争。これもう3年目を迎えております。もう泥沼ですね、日本にとりましては。で、大日本帝国抗学校に関東軍という軍隊を置きまして、対中国、対中に対して、小戦闘、小さな戦闘を繰り返していたわけですね。で、寄せばいいのに失敗の第一歩ですが、この関東軍という、その、軍事専門に治安維持などの大きな権限も丸投げしてたんですよ。 日本の陸軍は。それで、関東軍は、ここは全部俺たちが任せてもらってるんだっていううぬぼれがあって、東京にある大本営の言うことを聞かなくなっちゃうんですよ。はい。もうこれが全てですね、あの、大東亜戦争の、あの太平洋戦争のいびつさはね。はい。で、一番最初は、もう同じ、尖閣と同じ、ちっちゃーな国境紛争だったんですよ。 これは、春葉川の北側というところにおいてえ、わずか20名前後のソ連軍と日本軍の武力衝突から、ものすごい勢いで戦火が広がっていったという。だから、本当にちっちゃな火種で国境というのは、 一に全面戦争になってしまうところなんだということを覚えておきましょう。はいえー、そこの地点、えー、にはですね、第23師団長小松原慎太郎中将という人がいまして、えー、歩兵第64連隊第1大隊に、えー、出動を命じ、その直後に関東軍、軍令部にこのことを報告した。これに対して軍令部は相手が油断した隙に突如襲えと。 で、その相手が油断するまで待てと言って軍隊をとどめたんですが、もうこの命令自体が恐ろしくファーズィーなんですよ。うん、中途半端な命令というのが、いかに軍事衝突があった場合、後に大変な悲劇を招くかの第一歩がここに記されたわけであります。さあ、その悲劇の野門ン振り返りましょう。武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。まあ、負けた戦争の話ですしね、暗い暗い戦争の、えー、話でありますから、もう香奈さんが全然食いついてきません。<laughs> えー、私も閉まったとは思ってるんですが <laughs> そんなことないです。調べちまったも<や>んじいの本が難しそうな本だなあと思って。もうちょっと自分の苦労だけ言っとくな。ほら、これもうマネージャーにね、調べてもらったの、ね、よ、これ。えー、何ですかこれね、軍隊の編成。は <laughs> 一大隊とか一師団とかってあるんだけど、 何人かわかんないんですよ。そんなこと考えたこともなかったです。まあな、ほとんどな、今、自衛隊関係者しか、あ,<ー>あの、あれ、そんな単語出てこないだろう。うだけど、うん、頑張って勉強しようよ。はい。やっぱ一番大事なことは素人がいかに勉強するかだよ。ね。うん。それはもうもちろん、反原発ですよ。はい。でも、あの、反原発を2011年からじゃなくてね、なぜもっと前から始められなかったのかっていうのは、やっぱり、 勉強してないからじゃない。だって哲也さんすごい勉強されてましたもんね。うん、いいんだ、もういい。<laughs> はい。あの本当乗らないと思いますけど、ちょっと我慢して付き合ってください。はい、ね。とにかく、えー、1939年、えー、昭和14年考えてみれば私が生まれる10年前にこんな恐ろしいことがあったの。あ 80年ですよはいえー、春は川あの北側の方、ノモンハンというに呼んでおりますけども、そのエリアで大日本帝国の兵隊さんとソ連の兵隊さん、わずか20人ばかりが接触し銃撃戦になった。もう本当にね、小さな衝突だった。それが大戦火に広がっていく。 この時に小松原慎太郎という中将は歩兵64連隊第一大隊に対して出動を命じたんですが命じると同時に、えー、その関東軍の軍令部にそのことを報告しましたこれが5月21日でこれに対して軍令部はソ連軍はぼーっとしてるんでこの程度ですよ言い方はというのはこの当時日本の陸軍にあったのは前に一回勝ったことのあるソ連軍だねっていう思いがあるんですよ 例の坂の上の雲の記憶が忘れられないから舐め切っちゃって、はい、で、向こうは必ず油断すっから、油断したらいきなり遅えっていう命令を出してる。うん、ところが、現場は、それじゃ済まないんですよ。その出動した先でちょっと待てというのは上層部がブレてるんじゃないかで騒ぐんです。はい、上層部はブレているということで、将兵に示しがつかないっていうことを軍隊が言い始めるんです。はい で、ソ連はと言いますと、スターリンという政治家がおりまして、この人はね、本当はあんまりやりたくなかったんです。<ー>ここでの戦争は。はい、というのは、この時にスターリンは、ヒトラーと仲がうまくいってなかったんですよ。うん、スターリンが恐れていたことは、ドイツと日本に挟み撃ちされると、俺は殺されると思ったんです。はい。 外交なんですよ、所詮。特に日本は何にも知らないんです。そのスターリンが、何に怯えているかも。で、東京の大本営の方は、外務省を通いてですけども、ソ連軍をあまり刺激しないようにと関東軍に連絡を打つ。小競り合いが起こったのが5 0日、出動命令が5月の23日、2日後に出て、1日後、5月の24日に、東京の方の大本営は、ソ連軍をあまり、 その刺激するなと。しかし、5月の27日、第23師団、山形隊は、春葉川の進撃を開始してるんです。もう、全然下が言うこと聞いてないんです。その目的はというと、その敵が油断するのを待て、がですね、もう曖昧なんで、敵上探索のため、戦闘部隊200名が、春葉川を越えてしまうんです。これはもちろん、その探索ですよ。 はい、ところがソ連軍はもう戦闘開始と見ちゃったわけですよ。うん、すーげえなこれ。探索に赴いた200名。ハルハーガーはソ連軍と激突。200名全員死亡ですよ。えー、あそうなんですかうん。へえ。探索だったのに。そんなもんそうなのよ。<laughs> 俺たちからすると探索に行ったつもりだけども戦場ってもう。 男のヒステリー状態だから。<ー>で、スターリンは何を考えたと思うこの時に。ここで奴はトリックやるんですよ。トリックうん。うん、それが、もう、後々大問題になるんですけども、あれやるんですよ。独ソ不可侵条約の締結を。うん。ヒットラーと手を結ぶんですよ。はい。それからすごいことやるんです、スターリンは。手を結んだ後、 ポーランドに攻め入ってヒットラーと半分分けすんです。うん。で、手を結んだ瞬間に、スターリンは、一遍に日本軍に襲いかかってくるんです。はい、もう、挟み撃ちにされることは、ありませんから。なんと、本当にこの200名はかわいそうに、2日間で全員殺されたんですね。<ー>紛争はさらに拡大します。この次また明日のまな板の上で。武田哲也。 今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。1939年、昭和14年の5月21日、日本軍は、えー、ソ連軍と接触23日、出動命令が出まして、探索のため5月の24日、山形隊200名が探索に入るんですが、それを進撃してきたと思ったソ連軍は、反撃を開始しまして、 200名全員が殺されてしまいます。はい、これ本当にかわいそうなことに、このンハン、この接触した戦闘地域は、草木一本生えてない大平原だったために、隠れるところが全くなく、万力ですりつぶすように200名の兵隊さんは殺されたと言います。 31日のことになります。その法を受けまして、小松原は、え、撤退を命令しますが、命令したところで、平原には生きているものが一人もいなかった。小松原師団長は、すぐにです。もう兵隊さんでありますから、当たり前です。敵討ちを決意します。さらに、辻参謀は、え、ソ連に強く出よと、主張いたします。この、辻参謀という方ですね。はい。もうめっちゃ強気ですね、この方は。うん とにかく、イギリスと掛け合えと、そして、ソ連に関しては、まあ、本気で戦争をやるぞと言えと、関東軍に,に接つくわけです。はい、関東軍で自分たちの上層部に対して。それで、その関東軍が、ちょ待てと、戦争始まったら大変なことになるんだからって、辻さんに言うんですが、辻さんはまた同じことを言います。ブレてるじゃないか。うん、これね、ブレるブレないを言い、言い始めるとね、もう拡大しかないんですな。ええ。 つまり、戦闘開始を避け始めます。で、これを聞きました、東京の方の外務省は大当てになります。もうそう。いつでもそうであります。寺田正夫という大佐がおりまして、この人は、えー、日英え、イギリスとの会談でですね、ソ連に対しては、ちょっとおとなしくしてくれと言ってくれないかと言うんですが、イギリスはもう、ソ連を横に置いといて、 日本は中国から撤退しろという、ね、はい、非難が集中するわけでありますね。はい、東京の方では野毛藩、戦闘中止をしきりに訴えるんです、関東軍の。言うこと聞きません。うん、兵力とか軍事ってのはそんなもんですね。コントロールが効かなくなったらもう暴走しかありません。小松原という師団長はこれ、絶対に勝てると思ってるんですね。ええ、彼の考え方はこうです。ソ連の広報基地、ボルジャという基地があります。 これが、野門藩からは、750キロも後ろなの。うん、750キロって相当あるな。相当ありますよ。東京がポイントだとすると、岡山広島。ぐらい岡山広島ぐらいのところにしか基地がない。でも、カナさん、これちょっと日本人にはもうめちゃくちゃ想像のつかない広大さだよね。はい、関東軍の方はというと、この野門藩という戦闘地域からわずか200キロしか離れてない。 補給を考えても、戦闘に入れば楽だというのが、小松原の核心だったわけです。えー、ところがね、近代戦なんですよ。もうね、500キロの差なんて、あっという間に乗り越えられたんですね。はい、さあ、ソ連軍の兵力今から読み上げますが、皆さん腰抜かさないでくださいよ。ソ連軍兵力歩兵。 一個師団約九大隊で一万人。そんなにいるんですか下方が二十から三十訪問。<laughs> 戦車二個旅団。二百車両四千人の戦車隊が、野門ンに集中するんです。<laughs> 飛行機三個旅団。百五十機六千人が攻めてくんですよ。飛行機で飛行機で。 そう、勝てっこないじゃないですか。で、小松原は、ソ連軍との戦闘は、己の23師団よりも、精鋭7師団であることを望み、要求したと。理由は、23師団は、体幹訓練しかしていない、初年兵が多く、実戦は、経験が少ない。これに対して、上田関東軍司令官は、23師団で戦えと命じるわけですな。はい、自分の部隊で戦えと。歩兵。 えー、4大隊4,000人家宝20門公兵500人これが小松原に与えられてさっきのソ連軍と戦うんですいや数が違いすぎますでそれも体幹訓練しか受けてないから、うん、実地経験がないんですねそう戦闘をやったことのない第23手段を使えというわけですなこれがまたね本当にすごいんですね この間に小松原という師団長が最も恐れていたのは、戦闘が始まる前に、ソ連軍が逃げてしまうんじゃないか。<laughs> もうだから <laughs>、その、敵を怯えさせないために、人数を少なくしようって絞り込んだって言うから、どのくらい舐めていたか、わかりますよね。<laughs> はい。 この小松原の頭の中には、幼いあの日露戦争を勝った時のわらべ歌が、あの、流れてたんでしょうね。さっさと逃げるはロシアの兵隊死んでも尽くす日本兵みたいな。はあ、舐めきってるんですね。ソ連軍は全く違う。この間、膨大な作戦資材を700キロの彼方から野門藩に送り続けるんです。全く知らないのは、 日本軍だけ。<ー>それも偉いさんだけという。はい、武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。野門藩の戦い、その戦いがどんな模様だったかというのをざっとお話している次第でありますが、舐め切っております大日本帝国関東軍でございます。小松原氏団。ソ連軍は全く違います。スターリンの命を受けた非常に優秀な武官がおりまして、彼の作戦のもと、膨大な作戦資材を野門藩に 徹底して送り続ける。はい、何にもない真、ま、っ平らな荒野だそうですよ、ここはね。はい、ここに送られた軍用資材。砲兵弾薬1万8000トン。空爆弾薬6500トン。燃料オイル1万5000トン。食料4000トン。貨物1万1500トン。歩兵、えー、狙撃2個師団4万人。空挺1個旅団5000人。 戦車、これがあ、1個旅団で5000人、走行車2個旅団1万人、狙撃、歩兵、砲兵、通信、佳橋給水、7000人。これらが、700キロの彼方から、紛争地点へ、ずーっと流れ込んできて、120キロのところに身を潜めたと。もう、知っていたら大声で叫びたくなるような悲劇がというね。 で、現場はどうかと言いますと、辻参謀という人がいます。この人は、東京中央ですね、陸軍の命令するところも、外務省の命令も一切聞きません。はあ、この方は、一回あの、叱られてるんですね。大義を考えざるは幕僚の資格なしって言って、こう叱られるんですが、この辻参謀が現地から異性のいい伝報を打ち返します。 北辺のサジは当軍に依頼し、安心せられたし。北の方で我々が勝手に小さな戦争をやるんだと。安心して見てなさい。って上司に打ち返しはい。この辻さんって、もうこの他にもね、日本の兵隊さんを巻き込んでね、万単位で人を殺した参謀ですよ。この人戦後生き残ってんですよ。えー、国会議員やってたんですよ。 これはあの芝さんが罵倒する人ですね、うん、小さいこと言いますけどね俺だからこの野ハンがなんとなく切ないんだけどね俺麺類でコマーシャルやってるじゃんいきなりですねごめん <laughs> はいあそこのなあの元の社長さんな俺をか愛がってくれた、はい、その社長さんはね前線で戦ってた人なのよえ うん、だから俺ねこう野毛犯語ってて200人死亡とか言うとねあの今やってる麺類のコマーシャルの初代の会長さんの顔が浮かんでくるんだよはいその会長さんじゃ社長さんはねここの生き残りなの<ー>でね全然おっしゃらないけど一回だけね僕は武田君野毛犯の生き残りだからっていうえー、じゃあその方はこの辻っていう人のことはどう思ってらっしゃるんでしょうか、ね、おっしゃらなかったね一言もおっしゃらない だって、あんだけ長いお付き合いで、ゴルフ場の片隅で、一回がおっしゃったの。僕はノモンハンの生き残りだから、っていう。はい、それがいかにひどい惨状かは、お付き合いしたくないかもしれませんが、聞いてくださいね。戦争ってのは核のごとく、あの、万有振るった人たちによって、もうどんどん拡大していきます。シビリアンコントロール、コントロールが効かないと、両言の日のごとく被害を。 え、広げていきます。やってまいります。1939年、昭和14年6月の30日、春葉川両岸に勝手に第23師団は視力をもって進出。これ、もうわずか1万になるかならないかぐらいですよ。はい。ええ、で、え、安岡中将戦車第3、第4連隊、歩兵、野砲公兵連隊も、え、南からやってまいりまして、 ソ連軍を撃破しております。これが7月の2日です。ソ連軍は不思議なことに、大したこともないこの手段から攻められますと、どんどん退却してるんですね。はい。で、何のことはない。もう、本当にスターリンの思う壺です。どんどん深みに入っていくんですよ。つまり、武器が隠してあるところまでどんどん、退却するソ連軍に釣られて国境から深く越境し追跡。 この間、主力23師団と安岡戦車隊は伸びきった紐状となると。この取り囲めると思って囲めると思って、またさらに細くしてるんですね。はい、で、わずか1日後の7月3日、ソ連軍反撃開始。この攻撃によって新軍が負可になり、逆に日本軍の背後に、なんとソ連軍は進んで包囲されていたという。 そして、総崩れとなって、7月の7日、日本軍大撤退という。はいえー、日本軍は航空機戦車、重砲が揃っていないゆえに、えー、損害は重ねられていくばかり。さらに、安岡戦車隊は関東軍の命令により、これ以上損害、消耗のないよう、戦線を離脱。なんと、人間を捨てて、戦車部隊はまっすぐ逃げ出したという惨状でござる、はいます。これが、 ノモンハンのまだ序幕なんですよ。はい、この次また来週のマナイトの上で。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷かなです。えに、ー。 日本軍の先の大戦における失敗その本質の中に一体何が潜んでいるのかとなぜ失敗したのかというそこを3枚に下ろしているわけでございますが何せ膨大な選手の資料でございますししかも歴史そのものはまだ生乾きでございますね、はい、関係者の方悪口を大声で言いたい方もいるんですがご親戚の方が生きてらっしゃるかもしれない、はい、今悪口を言ったのは小松原師団長と辻参謀もう本読んでて嫌いになりましたただ あの、日本という国はそういう末裔の方まで気を使いますが、アメリカなんてすごいんですね。負けた将軍って最高まで罵倒し続けられ、死後もなお罵られるというのがね。うんえー、さあ、モンハン振り返りましょうか。決して愉快な話ではありません、えー。もう日本兵が次々と殺されていくという。でも、そういう貴重な命のためにも、うもう一度なぞって、なんか考え直してみましょうや。1939年。 5月から始まった国境紛争でありますが、それが、えー、ソ連と大日本帝国関東軍の接触で拡大します。外交によって英国を動かし、仲裁を頼む案もあったのですが、内閣が、この時総辞職しまして、はい。こんな大事な、その、戦闘が起こってるのに、内閣が総辞職して、政治が機能してないんですよ。本当にこの23師団は、 のもんに置き去りにされたという。ええええ、この中に私の知り合いのね、麺類の会社の社長さんの若き姿があったかと思うとね。そうですよね。泣けちゃうよね。ええ、これ後でも報告されるんですが、鬼をして泣かしうるという苦戦だったということであります。えー、ほとんど包囲された23師団。もうほとんど狙い撃ち。砲兵が一発ボーンと大砲を撃ちますと。 打ったところに100倍近い砲弾が数分後に打ち返されてくるんだそうです。はい、そこで歩兵の方から愛玩の声が戦場に満ちたと言いますから、もう本当に辛かったろうと思います。そして8月の20日早朝でありますが、ソ連軍総攻撃開始。 第二十三師団。これ日本の方でありますよ。攻撃兵力乏しく、えー、戦線が伸びきっておりまして、その隣の部隊と6キロぐらい離れているという、うん、大平原です。しかも残酷が浅く、もう本当に野ネズミのごとく敵の弾丸をという。うん、で、次々と各部隊は全滅し、ソ連軍に命を奪われる。関東軍は全滅を恐れて戦線に、やっとです。第7師団を投入します。はい。 二千名を救出したという、はい。この中に、後に、あの、麺類の会社をやってるあ,<ー>あの、社長がいたんだと思うと、俺は、ね、泣けてきてね。はい、なんと驚く中で、損耗率、えー、60から70%。これ一応決まっておりましてですね、うん、国際協定では30、30%が、戦死、戦えー、勝した場合は、降参していいんです。 これがジュネーブ条約かな協定で決まってて、はいはい、30%、もうあれしたら敗北が認められ、白旗が上がった段階で撃ってはいけない。日本兵は70%の死傷率を誇りながら、まだ戦ったっていうことですよ。もう本当に気の毒ですね。大本営はもうこの関東軍に向かって作戦中止を伝えます。はい そのまた文面が中途半端でしてね、作戦中止と言えばいいのに、うん、えー、なるべく時給戦に持ち込めなんてバカなこと言ってるんです。時<ー>給戦どこじゃないもんね、もう真っ平らの平野だから、本当にこう狙い撃ちなんですね。はい、で、さらに死者を積み重ねて、9月の3日、やっと戦闘中止を命じるわけであります。 そして外務省もソ連に対しまして戦闘中止を申し込むというね。ソ連赤軍はと言いますと、春葉川東岸、選挙、赤旗を立てて、そこで進撃を止め。そして9月の15日、モスクワが停戦協定を認めた。というわけでありますな。はいはい、やっと、え重、ー、砲が止んだという。その間、日本軍の戦死者、7696名、 戦勝8647名、行方不明1021名、計17364名。はい。これは昭和41年12月12日調べです。うん、で、これほどの敗北でありながら、大本営は関東軍を叱らなかったという。この勢いで大東亜戦争、太平洋戦争に入っていくわけでありますから、うん 本当に失敗の体制でというね、ちょっと苦しい思い話でありますが、お付き合いを、と願いつつ、今日終わりたいと思います。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香田です。日本がなぜ太平洋戦争、大東亜戦争みたいな大失策を犯したのかということに関しては、平和を愛するとかっていうことの前に、 組織論として考えた方がいいのかもしれないね。はい、あの、皆さんも勘弁してくださいね。これからしばらく失敗の本質に関しては、あの、日本軍のもう負け戦の話ばっかりになります。でもね、あの、ずっとね、辿っていくとね、またね、すごい面白いことが見つかるんですよね。はい、日露戦争の時、あ,あの、日露戦争を指導した軍人さんたちには、 こういう、舐め切ったような態度ってないんですよね。うん、はい。その、小松原にしても、辻井参謀にしても、舐め切ってるでしょはい。日本見てください。日露戦争の時、前のロシアと戦った時、広瀬って、ロシア語が話せたんですから、明治の男たちは良くて、なんでこんなに、明治育ちで、大象の軍部を率いた軍人さんたちは質が落ちちゃったのか。そこも、 考えてみて、すっごい不思議だと思わない母さん、わずか20年か30年のことですよ。はい、あの、先週から悪口を言います。辻にしろ、小松原にしろね。あの、陸軍士官学校とかっていう、軍人さんが行く厳しい、厳しい教育機関での成績が抜群にいいんですよ。あのね、本当に戦場でむちゃくちゃやった日本の兵隊さんたちね、学校の成績がひどい人一人もいないのよ。 それってあんなにバカなのよ。うん、戦場に出ると。これが明治の軍人さんと違う。真っ逆さまだと思わない明治の軍人さんたちってお家がみんな貧乏なお侍さんの子ばっかりだから、はい、勉強なんかろくにしてないの。でも抜群なのよ。戦場における度胸が。お勉強と違うんですね。特にこんなこと言っちゃうん,なんですが。 戦場という場所における才能というのは学力では補えないんですよ。はい。学力があればあるほどダメになっちゃうっていう軍人さんっていっぱいいるんですよね。うん、それをね、トップから並べたところに日本の軍隊の不幸があるんですよ。はい。もうね、ものすごい冷たい言い方するけどね、戦争の場合はね、叩き上げ。 戦争にだけ才能のある人っている<ー><う>戦争にだけ、うん、<ー>普段はね本当に困った人だけど戦場だけでは役に立つっていう人がね特に男の中にいるのよ<ー>典型あげましょうか、はい、高杉晋作あ戦場だけなんですか俺、ね、高杉っていう人はね平時に生まれていればねちょっとやっぱりねちょっとどうなってたか分かんないねそうですかね あの人ぐらい困った人はいないね。うん、もうほとんど言うこと無茶苦茶ですよ。うん、彼のところには勤労の志士の志願者がいっぱい申し込んでくるわけだ高杉さん、はい、私と私もう仲間に入れてくださいっていの、ええ、そん時に高杉が命じたテストの中で一番残酷なやつ。そこまで思い詰めてるんだったら俺の前で腹切れるだろうっ,つって。ええ、そんなこと言われたって。 立原を切らしたって言うんですから。は高杉にっこり笑って、お見事つったって言いますから、狂気ですよ。<ー>でも、その男だからですよ。その高杉が、わずか10か20ぐらいの手勢を率いて、長州の反論をひっくり返すときにクーデターを起こすんです。古文は10人ぐらいしかいないもう、高杉が立ち上がると、そこに嵐が巻き起こったって伊藤博美が言ってますよ。 こ,こういう人が戦ができる人なんです。はい。でね、学校の成績のいい人は戦争させちゃダメ。ね。そういう人いるでしょ、う、なんか。いや、もう今でもいますよ。今もいっぱい危険な人いますよね。勉強はできたけど、みたいな人いっぱい。ね、生きる力ない人とかいっぱいいる、ね。そうそう,そう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 。あの、そのことを失敗の本質の中ではね、あの、別の章で言っております。だから、あの、今回はこう、この本そのもの、私が広げた本そのものは、 まあ戦争とビジネスをこう、あの、くっつけてあるんですけども、戦争っていうのはやっぱり深く考えさせますよ。あ、もう二度と嫌だだけではなくてね。はい、なぜ嫌かっていうのを我々はもう過剰書きで言わなければならないような、う時代に来てるんじゃないかなと思います。で、ノモンハンは、えー、統水上、これも作戦をこう指導して戦争をやらせた上でのもう陸軍の大失策。準備もまった 全くせずに戦闘に入り、大本営と関東軍の命令は上下をひっくり返したような大混乱。関東軍の暴走。これでものすごいたくさんの兵士を殺してしまった。この暴走はなぜ起こったかというと、満州国内政指導権が関東軍という軍隊に与えられていたから、軍事のみではなくて行政まで 軍部が口を出してたわけ。そして、もう一つ、敵を舐めるっていう習慣があったんです。はい。ちょっとこんな言い方して申し訳ございませんね。あの、気を悪くなさらないでくださいね。中国の方。後になって、えー、小畑、え年、ー、四中将という方が、これ叱りつけてますね。辻以下の関東軍をね。はい、その中には、 劣弱な中国人を相手にしているばっかりに、関東軍はどんどん戦が下手になったという怒鳴り声なんであります。あの、全然質的にソ連軍って違うんですよ。近代化されていて。はい、ちょっとこのあたりから具体的な失敗の本質に明日から迫ろうと思います。お付き合いください。武田哲也今朝の三枚下ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、1939年昭和14年5月から9月まで、えー、起こりました、陸軍の大失策、ノモンハン事件。もうほ、はい、秘密にされたんですよ。ほ、ほとんど新聞に載ってないんですうんもう、だからメディアの手なしてないですよね。ただし、まあ,なあ、今残っている資料の中には、やっぱり相当危機感を持った人も、 いたようでありまして、まあ、この人たちがきっと頭のいい方なんでありましょうな。小畑俊志郎中将はえ、関東軍に対して、第23師団は、多面の粉飾あり、内容充実せず、上下に高原冷食あり、即応の準備を書く、と罵倒したと言います。はい。えズバリ申しまして、近代戦とはもうソビエトが見せたのと同じであります。物量であります。物量と補給。この、 二つの側面を全く無視した。日本の陸軍はこの後も無視し続けるわけでありますけどもね。あまりの敗北ゆえに秘密にされたということで、この教訓は大東亜戦争に生かされることはなかったということであります。支配する機関として、こう、人民を導いたりなんかする機関として、関東軍は優れた一面も持っていた。それは事実。しかし、新しい局面、局面が 変わったりなんかすると、組織自体がものすごく脆くなる。脆くなって、自解作用、自分で壊れやすい組織であったと。はい。なぜ自解作用を起こすかというと、いいことばっかり聞きたがるからですよ。いいことも悪いことも聞くというオープンマインドを持ってないと、組織というのは壊れていくんですね。はい。そして、カナさん、もう一つのモンハンが教えてくれた重大な教訓でありますが、一つの組織が二つの仕事をしてはいけない。 関東軍というのはまさしくそうで、これはあの国境線を守るための守備隊だったんでありますが、<ー>国が、東京の政府が、その、満州の行政も任せたたんですよ。はい。ここにはもう、ね、裁判所もあれば警察署もあるんだけど、全部関東軍が代理をするっつんで、自分たちの王国だと思い始めたという。それだから、一つの組織に二つ以上の仕事をさせてはいけないと。はい。 一つの組織に二つの仕事をさせたがるのが日本の組織力の悪いところだというね。うん、こっからいきなり話は飛びますが、この本の著者は、この野門ンの失敗を福島原発に持ってきてらっしゃるんですな。はい。原発の安全と地方の福祉を重ねるなって。うん、そうすると、住んでる人はやってもらってるから多少のことはで点て点んてんてんになるだろうと。 だから、原発の安全と地方福祉っていうのを別の仕事士の方がやって、原発の近くに住む人に関しては別の人はやっぱ危ないですよって言い続ける知恵はなかったのかなかった我々は平気だった東京電力に福祉も何もかも任せてて、それから住んでる人たちも東京電力関係の仕事をなさっているんで、 不安はどうしても口にしにくいというような、つまり、一つの組織に二つの仕事をさせたばっかりに、避難訓練とか、それから、ま、いわゆる、あの、放射能をたちまち、スピーディーですね。ああいう景気を活かして、放射能から逃げるって避難作業が、原発作業員の前じゃできにくいというような、これは逆の面で言うと、野ハンの関東軍と同じではないかと。 はい、贅沢かもしんないが一つの組織に二つのことをさせてはいけませんと。うん。自分でもそんなふうに思いますよね。あの、一つのことで二つのことをできるっていうことを、うん、威張ったりなんかしちゃいけないなと。それから、中央と戦線ですね。現場と、あの、物事を考える本部ですな。そこの疎通がうまくいかない。もう、原発も典型的でしたね。やっぱり吉田所長と。 本店の人の怒鳴り合いなんか見ますと、うん、なんだと思いましたね。はい、あれこそまさしく、ンハ犯だったんですよね。それから、首相と原発所長の対立。これがまさしくンハ犯でありました。えー、冷静沈着な吉田所長もあまりのなじられ方に、やってらんねえっていうような不良の言葉をお使いになったというような伝説が残っておりますけども、はい、でも吉田さんがやっぱり、 絶対に逃げ出さずにしっかりやってくださったからね、野ンハ犯ンまでの悲劇なんか全然ね、その遥か手前で、あの、あれですけど。でも、システムとして考えますとね、システムとして考えますと、首相と原発の所長を会話させること自体が誤りなんですよ。うん。ですよ。はい。組織ってそういうもんなんですよ。直接話させればいいってもんじゃないんですよ。うん、うん、そのことはやっぱり、 忘れてはいけないことなんじゃないかな。はい、やっぱり膨大な死者の数とかって聞くとね。あの、なんか気持ちが少し暗くなるかもしれませんが。あの、やっぱりこう負けた戦争とはいえ。学ぶ気になると。すごくいい勉強になると思いません。はい。ここでもう一つね。明日。あっと驚く。ひっくり返しが。もう前も言ってました。この。太平洋戦争とか。 大東亜戦争っていうのはまだ生乾きなんで資料が全部出揃ってないんです。芝良太郎さんがもうボロ負けだったこの戦争を生かせなかった日本人に最後はものすごく恨みを抱いてらしてい。はい、でも柴さんはこの時手元に持ってた資料はソ連側はほとんど被害を受けなかったという資料なんですけどこれがひっくり返るんですよ。え うん、うん、そうそう。うん、その顔で明日の放送を待っててください、ね。はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。遠い遠い昔のことでありますけども、その後のお日本の大東亜戦争に大きな影を落としたという野ハン事件について、昨日奇妙な話をしたでしょはい。柴良太郎さんってね、後半は野ハン を描きたくて描きたくて、でも、うまくいかないんですね。でね、まあ、僕の知ってる範囲内ですよ。僕の知ってる範囲内ですけども、あのね、ノモンハンの実態、この負け戦の実態と、死んだ将兵の無念が知りたくてね、いろんな方にお話を聞くんですけど、結局一番なんかりお太郎さんを悩ましたのは、前線で命がけで戦った兵隊さん、 から話を聞いた後、それを命令した方がまだ生きてらっしゃるんで、その方とも話をしたら、の下の人が許せないって泣き出しちゃって、うんえ<か>下の人が？ああの命じられた人があ<ー>あ分かる？あの作戦本部の安全なところにいた人と前線で友人がバッタバッタ殺されていったっていうのを。 体験した人がいる。うん、その人からものすごくいい話を聞いたんで、それを命令した人にも話を聞きに行ったわけ。うん、そしたら、前線でやっと命があった人が、あんなやつにあったのかっていうことで、だから全然気持ちが終わってなくて、はい、それで、あの、私の証言は使わないでくれって。<ー>あいつと会ったならっていう。<ー>うん。ー。深い、根が深いんですね。そりゃそりゃやっぱりね。うん やっぱあるんだよ、みんな、皆さん黙ってらっしゃるけど、あ、あ,あの、あの、作戦参謀から殺されたんだとかね、うん、そんな無念の思いがね、それから、えっと、この全体の関東軍のトップにいらした、瀬島隆三というね、この方覚えてらっしゃいます、ロッキード事件で、マルベニカなんかにお勤めで、<ー>軍人さんだったんですが、その後は、勝者にお勤め、はい、この人とも対談するんですが。ええ あの、私の感想ですが、やっぱり、大喧嘩になったみたい。その場でですかうん。へえ<ー>。柴さんにも燃えたぎるものがあったんだろうね。うん、柴さんもね、戦車に乗ってらした兵隊さんなんですよ、若い時は。はい。だから戦車乗りの人の気持ちが、もう一体ぐらいわかるんだろうね。うん、瀬島さんは瀬島さんでね、やっぱりなんかちゃんと、関東軍の上層部としての発言をなさったんでしょうが。で、その時に、日本の兵隊さんは、1万7千人以上も、 戦勝の方がいらっしゃるのに、ソ連軍はね、もう千人もいないというようなことで、ノモンハンを書こうとなさってたんですが、ガナさん。はい、また新資料ですけども、えー、ソ連赤軍ンハン報告が、つい最近、公開されたんです。私どもはずっと、完全に赤軍勝利と思い込んでおりましたけども、はい なんと、ソ連軍の戦死戦勝者は1万8000人。<ん>日本軍とほぼ同じ被害を出してるんです。はい。ということはですね。うん。あの、ボロボロにやっつけられた23軍の人たちは、ほとんど相打ちの格好で死んでいったってことですよ。それぐらい彼らは、戦線で奮戦したんですよ。しかも、 その、ノモンハンの指揮をした第一軍司令官のジェイコフという人は、スターリンに対して戦後の報告をしてるんですが、ジェイコフ敵の対象は日本軍についてどう語ったかと言いますと、日本陸軍の高級将校は皆無能です。ですが、可視観一般の兵は頑強で、実にノモンハンでは勇敢でありました。 もう、本当に敵の方が分かってるじゃんっていう、う切ないね。ええ、で、今でも、まあ、ノモンハンは大、あの、敗北とされてるんですが、ゴルバーチョフ以降の資料解放によって見受けられる資料によれば、実は、スターリンも、結構ノモンハンではハラハラした。で、ええ、もう一つです。接近戦において、おそらく日本兵は、 昭和の10年代において、世界最強の力を持ってた。銃撃戦では物量で負けてしまいますよ。でも、接近の波強戦。はい、つまり、刀で切り合うというような戦闘になった場合は、うん、世界最強だったんではないかと。<ー>名誉のために言っておきますけども、第23師団。これはま、取り残されて、もう本当にあの、 モグラ叩きのように殺されたと言いますが、絶対に弱い軍隊ではなかったと。うん、で、ことごとく彼らは相打ちの格好で戦車の前に飛び出していったっていう。繰り返し言っておきますが、前線、最前線は接近戦において、ここまで勇猛をかかんであって、敗北を決定したのは上層部ですからね。うん、この、やっぱり日本の上層部の、 その、いわゆる、点取り主義、その、叩き上げではない脆弱者っていうのは、我々は、その、なんか、やっぱ、欠点として持ってるんだなぁと。はい。なんか、そのことは、こう、肝に、銘じておく必要があるのではないかなというふうに思います。はい、ほら、こうやって考えると、なんとなく、お亡くなりになった一万数千の方にも、少し何か、 ご努力に報いたようなね、ね短い番組ではございますが、はい、そんな思いで、えー、その失敗を振り返っていきたいと思います。いよいよ明日は結論でございます。ノモンハンのお付き合いください。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、ノモンハンについて語った、えー、2週間でございます。はい、ね。変わった番組だよね。 <laughs> そうですね,ね君も大変だねいやいやでも哲也さんがおっしゃったように、うん、こうやって哲也さんが語ることで戦地で亡くなった方はね、うん、少しは、うん、なんかこう沈めることができるのかなっていう気もします、うん、モンハンなんてやっぱ知らねえもんね教わってないからね、うん、でも中国全土で盛り上がった反日でもなんか見ておりますと あの六公橋事件とかね。六甲橋事件ね。うん、はい、そんなのをまた中国の方はすごくしっかり覚えてるわけで。ね、その何十年のその日にちに来てそうそうそう,そう、ねうん。だから、そういう意味では、知らないでは済まされないところに来てるのではないかなというふうに思います。はい、でも、だからといって、中国のデモ隊がやったことは少しも、指から先もいいことだとは思いません。はい。はい えー、中国の方聞いてらしたらごめんなさいね。これは日本の欠点でもありますんで、あえてこんな資料を取り上げてみました。日中戦争でのことでありますけども、日本のあの戦闘機が中国側に与えた損害。はい、撃墜103機。1年間でね、うん、約。地上爆破163機。日本側の被害、ゼロ。 へーこれでもうお分かりだと思いますが日中戦争時における日本の零戦のパイロットたちの力量というのは、はい、ナンバーワンです、うん、もう本当にすごいんです<ー>日本の零戦乗りって、はい、中国機を250機10ヶ月間で爆破撃墜しといて自分のところの被害はゼロですよ、うん これは、うぬぼれるよね。いや、優秀だったんですね。で、あの、ノモン門藩においてもそうでありますね。資料の改定があるんですけど、やっぱり、もう、モグラ叩きのようにすりつぶされて殺されたと思ってた第23師団の人たちは、相打ちで、ことごとく、 ソ連兵、赤軍に向かって行ってるんです。だから、ある意味では、ノモンハンは日本が古典藩にやられたというよりも、どちらかというと、硫黄島の匂いのする戦いなんですよ。はい。ところが、この、白氷戦に強いっていうのと、それから、ゼロ戦のパイロットの腕前がいいという、これで負けるんです、日本は。ええー。なんでですか不思議だろうん。それを、 別の機会に追求していこうか。別の機会にうん。この二つの接近戦と空中戦、一対一の空中戦が得意だというのを振り回してるうちに破れていきます。んなんで破れたか知りたいでしょはい。ここに日本の失敗の本質があるんですね。はい。この何々が得意だから日本はこれでいいんだと思った瞬間それで負けていくんですな。う コリアに負けた代物家電なんかが典型的ですよねはいでも頑張ろうねはい <laughs> 今度の失敗の本質でその日本の欠点を補うべき方策をまた発表しますんであはいうん白物家電で安いやつは今コリアに負けてるでしょ、ええ、でもそういう意味でやっぱり先の大戦をあの大東亜戦争を下敷きにして なんかこう、発想の戦いをね。はい、うん。一部ご紹介しましょうか。あの、日本にも非常に優れた方がいて、えー、堀、映像という参謀。この人は、もうものすごく優秀な人で、割り切り方がすごいの。近代戦で勝敗を決定するのは、鉄。うん、鉄の消費量が、大体、勝敗を決める。 向こうが鉄を1トン使うんだったら、こっち側が2トン使えば勝てるっていう。うん、それが近代戦だっつんで、その、鉄の消費量で戦線を指導したっていう、ね。戦車、うん、とか鉄砲ってことですかそ、そうだね。<ー>鉄を集中的に使うことが、その勝敗を分けるという。はい、ここで一番大事なことはね、堀さんが言いたいことは、指標。新しい目標を打ち立てる。新しい目標を設定する。 それが勝利を変えていくんですよ。さっきの話しとこうか。はい、日本のゼロ戦は、どっこの飛行機にも負けません。もうアメリカのグラマンなんかちょちょいのちょい。もうイギリスなんかも、日本のパイロットにかかれば、これが条件があるんです。はい。1>, 1対1だったら負けないんですうん。それぐらい腕がいいんです。アメリカ何考えたと思う ?3 対1を考えるんですよ。はあ。 悔しいなつまり、ルールを変更するんですよ。オリンピックでも何でも、競技でも何でも、ルール変えるの向こうだもんね。そうですね。そうすると価値観が変わるんですよ。はい。それについていくかいけないかなんですよ。国際間で戦うときは。はい。そうやって考えていくと、新しい戦い方がビジネスの方では思い浮かぶかもしれないという。なんか悔しいな。悔しいよな。 なんかだ。はい、でも、この番組だけはせめて、戦争の反省もしますが、はい、悔しいとも言ってあげたいな。はい、うん。300万人もの人が死んだんだものな。ね、反省しますだけじゃ嫌だ。はい。はい、こうね、鎮魂の思いを込め、また新しい、日本の国際間のね、ライバルたちとの戦い方についても、アイディアが浮かぶような、そんな三枚をろしよと夢見ております。はい、お付き合いくださいませ。 もう一度、なぞって、なんか考え直してみましょうや。1939年、5月から始まった国境紛争でありますが、それが、えソ連と大日本抵抗、関東軍の接触で拡大します。外交によって英国を動かし、仲裁を頼む案もあったのですが、内閣が、この時、総辞職しまして、はい。こんな大事な、その、戦闘が起こってるのに、内閣が総辞職して、 政治が機能してないんですよ。本当にこの23師団は、野毛犯に置き去りにされたという。えーえー、この中に私の知り合いのね、麺類の会社の社長さんの若き姿があったかと思うとね。う,ねもう泣けちゃうよね。えー、これ後でも報告されるんですが、鬼をして泣かしうるという苦戦だったということであります。えー、ほとんど包囲された23師団。もうほとんど狙い撃ち。 砲兵が一発ボーンと大砲を撃ちますと、撃ったところに100倍近い砲弾が、数分後に撃ち返されてくるんだそうです。はい、そこで歩兵の方から、哀玩の声が戦場に満ちたと言いますから、もう本当に辛かったろうと思います。そして、8月の20日早朝でありますが、ソ連軍総攻撃開始。 第23師団。これ日本の方でありますよ。攻撃兵力乏しく、えー、戦線が伸びきっておりまして、その隣の部隊と6キロぐらい離れているという、うん、大平原です。しかも残酷が浅く、もう本当に野ネズミのごとく敵の弾丸をという。うん、で、次々と各部隊は全滅し、ソ連軍に命を奪われる。関東軍は全滅を恐れて戦線に、やっとです。第7師団を投入します。はい。 二千名を救出したという。はい、この中に、後に、あの、麺類の会社をやってるあの、社長がいたんだと思うと、う俺は、ね、泣けてきてね。はい、なんと驚く中で、損耗率、えー、60から70%。うん、これ一応決まっておりましてですね、うん、国際協定では30、30%が、戦死戦、えー、勝した場合は、降参していいんです。 これがジュネーブ条約かな、はい、協定で決まってて、はい、30%、もうあれしたら敗北が認められ、白旗が上がった段階で撃ってはいけない。日本兵は70%の死傷率を誇りながら、まだ戦ったっていうことですよ。もう本当に気の毒ですね。大本営はもうこの関東軍に向かって作戦中止を伝えます。はい そのまた文面が中途半端でしてね、作戦中止と言えばいいのに、うん、えー、なるべく持給戦に持ち込めなんてバカなこと言ってるんです。持<ー>給戦どこじゃないもんね、もう真っ平らの平野だから、本当にこう狙い撃ちなんですね。はい、で、さらに死者を積み重ねて、9月の3日、やっと戦闘中止を命じるわけであります。 そして外務省もソ連に対しまして戦闘中止を申し込むというね。ソ連赤軍はと言いますと、春ル川東岸、選挙赤旗を立てて、そこで進撃を止め。そして9月の15日、モスクワが停戦協定を認めた。というわけでありますな。はい。はい、やっと、え重、ー、砲が止んだという。その間、日本軍の戦死者、7696名、 戦勝8647名、行方不明1021名、計17364名。はい。これは昭和41年12月12日調べです。うん、で、これほどの敗北でありながら、大本営は関東軍を叱らなかったという。この勢いで大東亜戦争、太平洋戦争に入っていくわけでありますから、うん 本当に失敗の体制でというね、ちょっと苦しい思い話でありますが、お付き合いを、と願いつつ、今日終わりたいと思います。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香田です。日本がなぜ太平洋戦争、大東亜戦争みたいな大失策を犯したのかということに関しては、平和を愛するとかっていうことの前に、組織論として、 考えた方がいあの皆さんも勘弁してくださいね。これからしばらく失敗の本質に関してはあの日本軍のもう負け戦の話ばっかりになります。でもね、あのずっとね、たどっていくとね、またね、すごい面白いことが見つかるんですよね。はい、日露戦争の時あの、日露戦争を指導した軍人さんたちにはこういう 舐め切ったような態度ってないんですよね。うん、はい。その、小松原にしても辻井参謀にしても舐め切ってるでしょはい。日本見てください。日露戦争の時、前のロシアと戦った時、広瀬って、ロシア語が話せたんですから、明治の男たちは良くて、なんでこんなに明治育ちで大正の軍部を率いた軍人さんたちは質が落ちちゃったのか。そこも、 考えてみてすっごい不思議だと思わない母さん、わずか20年か30年のことですよ。はい。あの、先週から悪口を言います。辻にしろ、小松原にしろね。あの、陸軍士官学校とかっていう、軍人さんが行く厳しい、厳しい教育機関での成績が抜群にいいんですよ。あのね、本当に戦場でむちゃくちゃやった日本の兵隊さんたちね、学校の成績がひどい人一人もいないのよ。 それってあんなにバカなのよ。うん、戦場に出ると。これが明治の軍人さんと違う。真っ逆さまだと思わない明治の軍人さんたちってお家がみんな貧乏なお侍さんの子ばっかりだから、勉強なんかろくにしてないの。でも抜群なのよ。戦場における度胸が。お勉強と違うんですね。特にこんなこと言っちゃうんなんですが。 戦場という場所における才能というのは学力では補えないんですよ。はい。学力があればあるほどダメになっちゃうっていう軍人さんっていっぱいいるんですよね。うん、それをね、トップから並べたところに日本の軍隊の不幸があるんですよ。はい。もうね、ものすごい冷たい言い方するけどね、戦争の場合はね、叩き上げ。 戦争にだけ才能のある人っている。戦争にだけうん。<ー>普段はね、本当に困った人だけど、戦場だけでは役に立つっていう人がね、特に男の中にいるのよ。はあ、典型あげましょうか。はい。高杉晋作。あ、戦場だけなんですか俺、ね、高杉っていう人はね、ルはロシアの兵隊、死んでも尽くす日本兵みたいな。はあ、舐めきってるんですね。 ソ連軍は全く違う。この間、膨大な作戦資材を700キロの川の他から野門藩に送り続けるんです。全く知らないのは日本軍だけ。<ー>それも偉いさんだけという。はい、武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。野門藩の戦い、その戦いがどんな模様だったかというのをざっとお話している次第でありますが、舐め切っております大日本帝国関東軍でございます小松原師団。ソ連軍は全く違います。スターリンの命を受けた非常に優秀な武官がおりまして、彼の作戦のもと、膨大な作戦資材を野門藩に 徹底して送り続ける。はい、何にもない真っ平らな荒野だそうですよ、ここはね。はい、ここに送られた軍用資材。砲兵弾薬1万8000トン。空爆弾薬6500トン。燃料オイル1万5000トン。食料4000トン。貨物1万1500トン。歩兵、えー、狙撃2個師団4万人。空挺1個旅団5000人。 戦車、これがあ、1個旅団で5000人、走行車2個旅団1万人、狙撃、歩兵、砲兵、通信、佳橋、給水、7000人。これらが、700キロの彼方から、紛争地点へ、ずーっと流れ込んできて、120キロのところに身を潜めたと。もう、知っていたら大声で叫びたくなるような悲劇がというね。 で、現場はどうかと言いますと、辻参謀という人がいます。この人は、東京中央ですな、ね、陸軍の命令するところも、外務省の命令も一切聞きません。はあ、この方は、一回あの、叱られてるんですね。大義を考えざるは幕僚の資格なしって言って、こう叱られるんですが、この辻参謀が現地から異性のいい伝報を打ち返します。 北辺の佐治は当軍に依頼し、安心せられたし。北の方で我々が勝手に小さな戦争をやるんだと。安心して見てなさい。って上司に打ち返しはい。この辻さんって、もうこの他にもね、日本の兵隊さんを巻き込んでね、満単位で人を殺した参謀ですよ。<ー>この人戦後生き残ってんですよ。え<ー>国会議員やってたんですよ。 これはあの芝さんが罵倒する人ですね、うん、小さいこと言いますけどね俺だからこの野ハンがなんとなく切ないんだけどね俺麺類でコマーシャルやってるじゃんいきなりですねごめん <laughs> はいあそこのなあの元の社長さんな俺をか愛がってくれた、はい、その社長さんはね前線で戦ってた人なのよえ だから俺ね野毛犯語ってて200人死亡とか言うとねあの今やってる麺類のコマーシャルの初代の会長さんの顔が浮かんでくるんだよはいその会長さんじゃ社長さんはねここの生き残りなの<ー>でってね全然おっしゃらないけど一回だけね僕は武田君野毛犯の生き残りだからっていうえー、じゃあその方はこの辻っていう人のことはどう思ってらっしゃるんでしょう、ね、おっしゃらなかったね一言もおっしゃらない だって、あんだけ長いお付き合いで、ゴルフ場の片隅で、一回でおっしゃったの。僕は野ハ藩の生き残りだからっていう。はい。それがいかにひどい惨状かは、お付き合いしたくないかもしれませんが、聞いてくださいね。戦争ってのは核のごとく、あの、万有振るった人たちによって、もうどんどん拡大していきます。シビリアンコントロール、コントロールが効かないと、両言の日のごとく被害を。 え、広げていきます。やってまいります。1939年、昭和14年6月の30日、春葉川両岸に勝手に第23師団は視力をもって進出。これ、もうわずか1万になるかならないかぐらいですよ。はい。ええ、で、え、安岡中将戦車第3、第4連隊、歩兵、野砲公兵連隊も、え、南からやってまいりまして、 ソ連軍を撃破しております。これが7月の2日です。ソ連軍は不思議なことに、大したこともないこの手段から攻められますと、どんどん退却してるんですね。はい。で、何のことはない。もう、本当にスターリンの思う壺です。どんどん深みに入っていくんですよ。つまり、武器が隠してあるところまでどんどん、退却するソ連軍に釣られて国境から深く越境し追跡。 この間、主力23師団と安岡戦車隊は伸びきった紐状となると。この取り囲めると思って囲めると思って、またさらに細くしてるんですね。はい、で、わずか1日後の7月3日、ソ連軍反撃開始。この攻撃によって進軍が不可になり、逆に日本軍の背後に、なんとソ連軍は進んで包囲されていたという。 そして、総崩れとなって、7月の7日、日本軍大撤退という。日本軍は航空機戦車、銃砲が揃っていないゆえに、損害は重ねられてゆくばかり。さらに、安岡戦車隊は関東軍の命令により、これ以上損害消耗のないよう、戦線を離脱。なんと人間を捨てて、戦車部隊はまっすぐ逃げ出したという惨状でございます。これが、 ノモンハンの,んんのまだ序幕なんですよ。はいこの次また来週のマナイトの上で。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷佳奈です。えに、ー。 日本軍の先の大戦における失敗その本質の中に一体何が潜んでいるのかとなぜ失敗したのかというそこを3枚に下ろしているわけでございますが何せ膨大な戦死の資料でございますししかも歴史そのものもはままだ生乾きでございますね、はい、関係者の方悪口を大声で言いたい方もいるんですがご親戚の方が生きてらっしゃるかもしれない、はい、今悪口を言ったのは小松原師団長と辻参謀もう本読んでて嫌いになりました。ただ あの、日本という国はそういう末裔の方まで気を使いますが、アメリカなんてすっごいんですね。負けた将軍って最高まで罵倒し続けられ、死後もなお罵られるというのがね。はあえー、さあ、ンハン振り返りましょうか。決して愉快な話ではありません、えー。もう日本兵が次々と殺されていくという。でも、そういう貴重な命のためにも、もう散々やっつけられたっていう外交でも負けた失敗なんですよ。はい。 そのスターリンというのがヒトラーと手を組んだばっかりに、ロシアの人の中にずっとわだかまりがあって、最初お前らヒトラーの仲間だったじゃねえか。日本と同じっていうね。日本もヒトラーの仲間だったわけですから。一緒にされてたまるかっていうのをメドベージェスさんはどうしても言いたい。だから北方領土を返さないんですよ。日本に勝った証拠って、北方領土を取ってる以外にないんですよ。ということは、 戦争はもちろん日本反省しますよ。ひどい戦争したんだ。だけど、解釈に至っては、そう簡単にできるもんじゃないんですよ。はい。この辺が難しいところでね。で、私の大好きな柴良太郎さんはこれを書こうとして、はっきり言って失敗なさったんですよね。え、失敗そうなんです。それはね、資料を集めるのが難しいのと、作戦指導に当たった人がね、割と生きてらっしゃるんで。 まだね、歴史として乾いてないんですよ。あの先の戦争は乾いてないんですよ。だから非常に扱いにくいんですよね。はい。野ハ犯事件を振り返ってみましょう。えー、時をどこからあ振り戻すかというと、1939年、昭和14年5月から、 9月での出来事であります。状況は日中戦争。これもう3年目を迎えております。もう泥沼ですね、日本にとりましては。で、大日本帝国学校に関東軍という軍隊を置きまして、対中国、対中に対して、小戦闘、小さな戦闘を繰り返していたわけですね。はい、で、寄せばいいのに失敗の第一歩ですが、この関東軍という、その、軍事専門に治安維持などの大きな権限も丸投げしてたんですよ。 日本の陸軍は。うん、それで、関東軍は、ここは全部俺たちが任せてもらってるんだっていううぬぼれがあって、東京にある大本営の言うことを聞かなくなっちゃうんですよ。はい。もうこれが全てですね、あの、大東亜戦争の、あの太平洋戦争のいびつさはね。はい。で、一番最初は、もう同じ、尖閣と同じ、ちっちゃーな国境紛争だったんですよ。 これは、春葉川の北側というところにおいてえ、わずか20名前後のソ連軍と日本軍の武力衝突から、ものすごい勢いで戦火が広がっていったという。だから、本当にちっちゃな火種で国境というのはいっ 一辺に全面戦争になってしまうところなんだということを覚えておきましょう。はいえー、そこの地点、えー、にはですね、第23師団長小松原慎太郎中将という人がいまして、えー、歩兵第64連隊第1大隊に、えー、出動を命じ、その直後に関東軍、軍令部にこのことを報告した。これに対して軍令部は相手が油断した隙に突如襲えと。 で、その相手が油断するまで待てと言って軍隊をとどめたんですが、もうこの命令自体が恐ろしくファーズィーなんですよ。うん、中途半端な命令というのが、いかに軍事衝突があった場合、後に大変な悲劇を招くかの第一歩がここに記されたわけであります。さあ、その悲劇の野門ン振り返りましょう。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷カ奈です。まあ、負けた戦争の話ですしね、暗い暗い戦争の、えー、話でありますから、もうカ奈さんが全然食いついてきません。<laughs> えー、私も閉まったとは思ってるんですが <laughs> そんなことないです。調べちまったもんい<や>ゃないじゃないですか。本の本が難しそうな本だなと思って。もうちょっと自分の苦労だけ言っとくな。これこれもうマネージャーにね、調べてもらったの、ね、よ、これ。えー、何ですかこれね、軍隊の編成。は <laughs> 一大隊とか一師団とかってあるんだけど、 何人かわかんないんですよ。そんなこと考えたこともなかったです。まあな、ほとんどな、今、自衛隊関係者しか、あ,<ー>あの、あれ、そんな単語出てこないだろう。だけど、はい、頑張って勉強しようよ。はい。やっぱ一番大事なことは素人がいかに勉強するかだよ。ね。うん。それはもうもちろん、反原発ですよ。はい。でも、あの、反原発を2011年からじゃなくてね、なぜもっと前から始められなかったのかっていうのは、やっぱり、 勉強してないからじゃない。だって、哲也さんすごい勉強されてましたもんね。うん、いいんだ。もういい <laughs> はい。あの、本当乗らないと思いますけど、ちょっと我慢して付き合ってください。はい。ね。とにかく、えー、1939年、えー、昭和14年、考えてみれば、私が生まれる10年前に、こんな恐ろしいことがあった 80年ですよはいえー、春は川あの北側の方、ノモンハンというに呼んでおりますけども、そのエリアで大日本帝国の兵隊さんとソ連の兵隊さん、わずか20人ばかりが接触し銃撃戦になった。もう本当にね、小さな衝突だった。 それが大戦火に広がっていく。この時に小松原慎太郎という中将は歩兵64連隊、第一大隊に対して出動を命じたんですが、命じると同時に、えー、その関東軍の軍令部にそのことを報告しました。これが5月21日。で、これに対して軍令部は、ソ連軍はぼーっとしてるんで、この程度ですよ、言い方は。というのは、 この当時、日本の陸軍にあったのは、前に一回勝ったことのあるソ連軍だねっていう思いがあるんですよ。例の坂の上の雲の記憶が忘れられないから、舐め切っちゃってん、はい、で、向こうは必ず油断すっから、油断したらいきなり遅えっていう命令を出してところが、現場は、それじゃ済まないんですよ。その出動した先でちょっと待てというのは、上層部がブレてるんじゃないかで騒ぐんです。はい 上層部はブレているということで、将兵に示しがつかないっていうことを軍隊が言い始めるんです。はい。で、ソ連はと言いますと、スターリンという政治家がおりまして、この人はね、本当はあんまりやりたくなかったんです。へ<ー>ここでの戦争は。はい。というのは、この時にスターリンは、ヒトラーと仲がうまくいってなかったんですよ。うん。 スターリンが恐れていたことは、ドイツと日本に挟み撃ちされると、オラは殺されると思ったんです。はい、外交なんですよ、所詮。特に日本は何にも知らないんです。そのスターリンが、何に怯えているかも。で、東京の大本営の方は、外務省を通いてですけども、ソ連軍をあまり刺激しないようにと関東軍に連絡を打つ。 小競り合いが起こったのが五十日出動命令が五、えー、月の二十三日二日後に出て。一日後五月の二十四日に東京の方の大本営。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か田です、えー。というわけでついに置いてしまったという感じで。これはもう今もう必死になって読み込んでる最中。はい、これね。日本というよりも大日本帝国。が戦争で負けたっていう失敗は一体。 その何故の失敗だったのかっていうのを、はい、資料を全部集めて検討するというね。こういう軍略ものなんです。すねでね、メンバーがすごくて、戸部良一さん、これ兄弟の政治学外交士の方、防衛大学の、えー、杉野義雄さん、それから寺本さん、えー、吉谷さんおい、早稲田の組織学の方、村井智秀さん、東大の軍事士、金田新一上智大、 組織論の方。野中育次郎。キャルフォルニア大バークレー公組織論。つまり、日本軍の敗北を、その、防衛、戦争、組織論、政治論。そういうものでもう一回振り返ろうという。壮大なテーマですね。これはね、俺もなんか、昔ね、夢中で読んだことがあったんですよね。はい、これ、ちょっと問題のある言い方かもしれませんが、 この失敗の本質を読むときにですね、とにかく反戦とか平和憲法とかいっぱいあるかもしれませんが、全部横に置いといて、典型的な組織論で割り切って、戦争というものを見つめ、直した方が分かりやすいんじゃないかと。はい、その中で日本が負けた戦争をピックアップしますけども、もう全部負けてんですけど、あの日本は。だから負けたんですけど。 その中でも有名な敗戦を。俺ね、この失敗の本質の中でね、すっごくこれ気に入ったっていうかね、なるほどと思ったのは、先の大戦ね、えー、ある人は太平洋戦争と言い、ある人は大東亜戦争と言っておりますが、その、えー、戦争に関してですね、日本は負けることについても失敗したのだっていうね。うん、戦争にはね、負け方があるんだっていう。はあ、この失敗の本質という、 この本はですね、戦争をどう見るかというと、戦争を最後の外交と見るんですよ。うん、こんなことがあるそうで、今年も間もなく終わってしまいますが、大変気なくさい火薬の匂いのする本年だったし、世界のあちこちからも火薬の匂いが漂ってきますが、こういうことを改めて考えますと、あれ こう少しこう思うことになるもちろん先の対戦太平洋戦争大東亜戦争のことでありますけども南洋諸島において日本軍は25の島に駐留している25の島を占領駐留してるんですね,ね、はい、米軍との戦争で米軍が上陸占拠したのが25のうちたった8つなんですあそんな少ないんですか そう思うだろう。ああそのことが、やっぱり、その、振り返るべき、戦争の内容なんだよな。つまり、25の島に日本軍がいて、米軍,軍が、その、取ってった島って、たった8つしかないのよ。うん、たった8つしかないのに、なんで負けたんだはい。思うよね、はい。不思議です。うん。つまり、戦争というのは、8つ取られただけで負けちゃうものなのよ。 この失敗の本質という本のその分析の仕方の面白さは日本軍が最後まで守ってた島がいかに戦略的に無価値な島だったか大事な島全部取られてるだから負け方に関しても失敗したのであるというね量より質ってことですか戦争についてはねそれはこの あの戦略論とか戦術論とかいっぱい難しいのあるんですが、でも私はなんかこういうことからしてもね、あの、もう二度と戦争は嫌だとかっていうメッセージの前に、どんな風に嫌な戦争だったかっていうのを、はっきりこの目で見るというのも、この年、重要になったのではないかなっていう風に思うんですよね。うん、はい。 えこの「失敗の本質」という本はいまだにあの売れ続けている本でありまして新しい資料も加えてなんと45ずり本年でだからなかなかの名著なんですよね。日本人が犯してしまった失敗っていうのが実はそのなんかただ単に戦争だけではなくてね経済とか文化の組み方にも実は日本人のというのがあるのではないかというね。 で、明日からね、野門藩の戦い。はい、これを3枚におろしてみたいと思う。ちょっと、ネタがでかいんで、おろせるかどうか。でも、極力頑張りますんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。武田哲也、今朝の3枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。え、2012年本屋さんに置いてあった本でありますが、超入門失敗の本質。これは鈴木さんという慶応卒の組織ビジネス論。 マーケティングコンサルタントをおやりの方が、まあ戦争とビジネスの最前線を重ねてという、まあ、戦争からビジネスを学ぼうと。はい、失敗の本質に関しては、この本をもう一度読み直したり、新しい資料であの戦いを再検討するなんていう本が、今年結構出ましたね。はい、でね、読み返すとね、つくつく考えちゃうね、なんかね。うん 戦争についてね。今回、まな板の上は日本の陸軍の大失敗でありまして、ノモンハン事件。これ、カナさんも首ヒにしたけど、まあ我々にとってはもう記憶に遠いと言いますか、私ども戦後世代も知りませんし、カナさんなんかも世界史で。はい。ちょっと名前ぐらい聞いたことがある。日本史で出てきたような気がします、ね、ノモンハン事件ね。はい。メドベージェフがノモンハンについて演説しましたね。知らないか。えっと ノモンハンの場所まで行って、モンゴルの人たちとロシアの人たちを合わせて、えー、にき日本をやっつけたここが古戦場で、我々は国際的な地位をここからの勝利で勝ち得たのであるというね。うん、はい。でも、カナさん、やっぱね、戦争の解釈って、本当に政治だね。うん。俺、改めてもう6冊ぐらい3枚よろさも読んでんの、ね、よ、本は。 もう読む本ごとに違う。う今年ですよ、メドベージェフが、あの、ノモンハンで日本軍をやっつけた戦勝記念のパーティーをやったの。なんでそんなことやったと思うかなさん。んいや、俺もね、それはやっぱりね、勝った戦争だから威張りたいっていうのと、日本が確かにあんなバカな戦争をやったからと思ったんですけども、どうもそんだけじゃないというのが戦争の見方でね。 ノモンハンの事件というのは、陸軍が大失敗しただけではなくて、スターリンというやり手には、ソ連軍をあまり、その刺激するなと。しかし、5月の27日、第23師団、山形隊はハ、春ハガーの進撃を開始してるんです。もう、全然下が言うこと聞いてないんです。その目的はというと、その敵が油断するのを待て、がですね、もう曖昧なんで、 敵上探索のため、戦闘部隊200名が、ハルハガーを超えてしまうんです。これはもちろん、その探索ですよ。はい。ところが、ソ連軍は、もう戦闘開始と見ちゃったわけです。うん、すーげえな、これ。探索に赴いた200名。ハルハガーは、ソ連軍と激突。200名全員死亡ですよ。えー、あ、そうなんですかうん。 探索だったのに。そんなもん、そうなのよ。<laughs> 俺たちからすると探索に行ったつもりだけども、<ー>戦場ってもう男のヒステリー状態だから。<ー>で、スターリンは何を考えてたと思うこの時に。ここで奴はトリックやるんですよ。トリックうん。うん、それが、もう後々大問題になるんですけども、あれやるんですよ。独ソ不可侵条約の締結を。うん ヒットラーと手を結ぶんですよ。はい。それからすごいことやるんです、スターリンは。手を結んだ後、ポーランドに攻め入ってヒットラーと半分分けすんです。うん。で、手を結んだ瞬間に、スターリンは、いっぺんに日本軍に襲いかかってくるんです。はい、もう、挟み撃ちにされることは、ありませんから。なんと、本当 本当にこの200名はかわいそうに、2日間で全員殺されたんですね。<ー>紛争はさらに拡大します。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。1939年、昭和14年の5月21日、日本軍は、えー、ソ連軍と接触23日、出動命令が出まして、探索のため5月の24日、山形隊200名が探索に入るんですが、それを進撃してきたと思ったソ連軍は、反撃を開始しまして、200名全員が殺されてしまいます。はい、これ本当 本当にかわいそうなことに、この野門藩、この接触した戦闘地域は、草木一本生えてない大平原だったために、隠れるところが全くなく、万力ですりつぶすように200名の兵隊さんは殺されたと言います。31日のことになります。その法を受けまして、小松原は撤退を命令しますが、命令したところで平原には生きている者が一人もいなかった。小松原師団長は、 すぐにです。もう兵隊さんでありますから当たり前です。敵討ちを決意します。さらに辻参謀はえソ連に強く出よと主張いたします。この辻参謀という方ですね。はい。もうめっちゃ強気ですね、この方は。うん、とにかくイギリスと掛け合えと。そしてソ連に関してはもう本気で戦争をやるぞと言えと、関東軍に接つくわけです。はい。関東軍で自分たちの上層部に対して。 それで、その関東軍が、ちょ待てと、戦争始まったら大変なことになるんだからって、辻さんに言うんですが、辻さんはまた同じことを言います。ブレてるじゃないか。うん、これね、ブレるブレないを言い,言い始めるとね、もう拡大しかないんですな。ええー。つまり、戦闘開始を避け始めます。で、これを聞きました、東京の方の外務省は大当てになります。もうそう。いつでもそうであります。寺田正夫という大佐がおりまして、この人は、 日英、イギリスとの会談でですね、ソ連に対しては、ちょっとおとなしくしてくれと言ってくれないかと言うんですが、イギリスはもう、ソ連を横に置いといて、日本は中国から撤退しろという、ね。はい、非難が集中するわけでありますね。はい、東京の方では野毛藩、戦闘中止をしきりに訴えるんです、関東軍の。言うこと聞きません。兵力とか軍事ってのはそんなもんですね。 コントロールが効かなくなったらもう暴走しかありません。小松原という師団長はこれ、絶対に勝てると思ってるんですね。ええ、彼の考え方はこうです。ソ連の広報基地、ボルジャという基地があります。これが、野門藩からは、750キロも後ろなんだ。うん、750キロったら相当あるな。相当ありますよ。東京がポイントだとすると、岡山広島。ぐらい岡山広島ぐらいのところにしか基地がない。でも、かなさん。 これちょっと日本人にはもうめちゃくちゃ想像のつかない広大さだよね。はい、関東軍の方はというと、この野茂藩という戦闘地域からわずか200キロしか離れてない。補給を考えても戦闘に入れば楽だというのが小松原の核心だったわけです。<ー>ところがね、近代戦なんですよ。もうね、500キロの差なんてあっという間に乗り越え、 られたんですね。はい。さあ、ソ連軍の兵力今から読み上げますが、皆さん腰抜かさないでくださいよ。ソ連軍兵力歩兵1個師団約9大隊で1万人。そんなにいるんですか下方が20から30訪問。<laughs> 戦車2個旅団。200車両4000人の戦車隊が野門班に集中するんです。<は>飛行機3個旅団。 150機6000人が攻めてくんですよ。飛行機で飛行機で。機でそう、勝てっこないじゃないですか。で、小松原は、ソ連軍との戦闘は、己の23師団よりも、精鋭7師団であることを望み、要求したと。理由は、23師団は、体幹訓練しかしていない、初年兵が多く、実戦は、経験が少ない。これに対して、上田関東軍司令官は、23師団で戦えと命じるわけですな。 自分の部隊で戦えと。歩兵、え四、ー、大隊、これ四千人、下砲二十門、後兵五百人。これが小松原に与えられて、さっきのソ連軍と戦うんです。いや、数が違いすぎます。で、それも、体幹訓練しか受けてないから、うん、実地経験がないんです、ね、その戦闘をやったことのない第二十三師団を使えというわけですな。 これがまたね、本当にすごいんですね。この間に小松原という師団長が最も恐れていたのは、戦闘が始まる前に、ソ連軍が逃げてしまうんじゃないか。<laughs> もうだから <laughs>、その、敵を怯えさせないために、人数を少なくしようって絞り込んだっていうから、どのくらい舐めていたか、 わかりますよね。はい。この小松原の頭の中には、幼いあの日露戦争を勝った時のわらべ歌が、あの、流れてたんでしょうね。さっさーと人間つかないっていうことを軍隊が言い始めるんです。はい。で、ソ連はと言いますと、スターリンという政治家がおりまして、この人はね、本当はあんまりやりたくなかったんです。へえ。ー。ここでの戦争は。はい。というのは、この時に、 スターリンは、ヒトラーと仲がうまくいってなかったんですよ。うん。スターリンが恐れていたことは、ドイツと日本に挟み撃ちされると、オラは殺されると思ったんです。はい。外交なんですよ、所詮。特に日本は何にも知らないんです。そのスターリンが、何に怯えているかも。で、東京の大本営の方は、外務省を通いてですけども、 ソ連軍をあまり刺激しないようにと関東軍に連絡を打つ。小ゼリ合いが起こったのが52日、出動命令が5月の23日、2日後に出て、1日後、5月の24日に、東京の方の大本営は、ソ連軍をあまり、その刺激するなと。しかし、5月の27日、第23師団、山形隊はハ、春ハガ川の進撃を開始してるんです。 もう全然下が言うこと聞いてないんです。その目的はというと、その敵が油断するのを待てがですね、もう曖昧なんで、敵上探索のため、戦闘部隊200名が、春葉川を越えてしまうんです。これはもちろん、その探索ですよ。はい。ところが、ソ連軍は、もう戦闘開始と見ちゃったわけです。うん、すーげえな、これ。探索に赴いた200名。 ハルハーガーはソ連軍と激突、200名全員死亡ですよ。ええあ、そうなんですかうん。へえ、探索だったのに。そんなもん、そうなのよ。俺たちからすると探索に行ったつもりだけども、戦場ってもう男のヒステリー状態だから。へ<ー>で、スターリンは何を考えたと思うこの時に。ここで奴はトリックやるんですよ。トリックうん。うん、それが、 もう、後々大問題になるんですけども、あれやるんですよ。独ソ不可侵条約の締結を。うん。ヒトラーと手を結ぶんですよ。はい。それからすごいことやるんです、スターリンは。手を結んだ後、ポーランドに攻め入って、ヒトラーと半分分けすんです。うん。で、手を結んだ瞬間に、スターリンは、一変に日本軍に襲いかかってくるんです。はい。もう、挟み撃ちにされることは。 ありませんから。なんと、本当にこの200名はかわいそうに、2日間で全員殺されたんですね。<ー>紛争はさらに拡大します。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。1939年、昭和14年の5月21日、日本軍は、えー、ソ連軍と接触23日、出動命令が出まして、探索のため5月の24日、山形隊200名が探索に入るんですが、それを進撃してきたと思ったソ連軍は、反撃を開始しましてなんで負けたんだはい。思うよね。不思議です。うん。 つまり戦争というのは8つ取られただけで負けちゃうものなのよ。うん、この失敗の本質という本のその分析の仕方の面白さは日本軍が最後まで守ってた島がいかに戦略的に無価値な島だったか。うん、大事な島は全部取られてる。はい。だから負け方に関しても失敗したのであるというね。量より質ってことですか戦争についてはね。うん、それはこの あの戦略論とか戦術論とかいっぱい難しいのあるんですがでも私はなんかこういうことからしてもねあのもう二度と戦争は嫌だとかっていうメッセージの前にどんなふうに嫌な戦争だったかっていうのをはっきりこの目で見るというのもこの年重要になったのではないかなっていうふうに思うんですよね。うんはい えこの失敗の本質という本はもうまだにあの売れ続けている本でありまして新しい資料も加えてなんと45ずり本年でだからなかなかの名著なんですよねこう日本人が犯してしまった失敗っていうのが実はそのなんかただ単に戦争だけではなくてね経済とか文化の組み方にも実は日本人のというのがあるのではないかというね で、明日からね、野門藩の戦い。はい、これを3枚におろしてみたいと思う。ちょっと、ネタがでかいんで、おろせるかどうか。でも、極力頑張りますんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。武田哲也、今朝の3枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。え、2012年本屋さんに置いてあった本でありますが、超入門失敗の本質。これは鈴木さんという慶応卒の組織ビジネス論。 マーケティングコンサルタントをおやりの方がまあ、戦争とビジネスの最前線を重ねてという、まあ、戦争からビジネスを学ぼうと、はい、失敗の本質に関してはこの本をもう一度読み直したり新しい資料であの戦いを再検討するなんていう本が今年結構出ましたね。はい、でね読み返すとねつくつく考えちゃうねなんかね。うん 戦争についてね。今回、まな板の上は日本の陸軍の大失敗でありまして、ノモンハン事件。これ、かなさんも首ひねしたけど、まあ我々にとってはもう記憶に遠いと言いますか、私ども戦後世代も知りませんし、かなさんなんかも世界史で。はい。ちょっと名前ぐらい聞いたことがそう。日本史で出てきたような気がしますね。ノモンハン事件ね。はい。メドベージェフがノモンハンについて演説しましたね。知らないか。えっと ノモンハンの場所まで行って、モンゴルの人たちとロシアの人たちを合わせて、え、にっき日本をやっつけたここが古戦場で、我々は国際的な地位をここからの勝利で勝ち得たのであるというね。はい。でも、カナさん、やっぱね、戦争の解釈って、本当に政治だね。うん。俺、改めてもう6冊ぐらい3枚おろした読んでんのよ、本は。 もう、読む本ごとに違う。う今年ですよ、メド、えー、歩兵第64連隊第1大隊に、えー、出動を命じその直後に関東軍、軍令部に、このことを報告した。これに対して、軍令部は、相手が油断した隙に突如、襲えと。で、その相手が油断するまで待て、と言って、 軍隊をとどめたんですが、もうこの命令自体が恐ろしくファーズィーなんですよ。うん、中途半端な命令というのが、いかに軍事衝突があった場合、後に大変な悲劇を招くかの第一歩がここに記されたわけであります。さあ、その悲劇の野門ン振り返りましょう。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。まあ、負けた戦争の話ですしね、暗い暗い戦争の、えー、話でありますから、もう香奈さんが全然食いついてきません。<laughs> えー、私も閉まったとは思ってるんですが <laughs> そんなことないです。調べちまったもんい<や>しゃないんない。元の本が難しそうな本だなあと思って。もうちょっと自分の苦労だけ言っとくな。ほら、これもうマネージャーにね、調べてもらったの、ね、よ、これ。えー、何ですかこれね、軍隊の編成。はあ、一大隊とか一師団とかってあるんだけど、 何人かわかんないんですよ。そんなこと考えたこともなかったです。まあな、ほとんどな、今、自衛隊関係者しか、あ,<ー>あのあれ、そんな単語出てこないだろう。うだけど、うん、頑張って勉強しようよ。はい。やっぱ一番大事なことは素人がいかに勉強するかだよ。うん、ね。うん。それはもうもちろん、反原発ですよ。はい。でも、あの、反原発を2011年からじゃなくてね、なぜもっと前から始められなかったのかっていうのは、やっぱり、 勉強してないからじゃない。だって、哲也さんすごい勉強されてましたもんね。うん、いいんだ。もういい <laughs> はい。あの、ほんと乗らないと思いますけど、ちょっと我慢して付き合ってください。はい、ね。とにかく、えー、1939年、えー、昭和14年、考えてみれば、私が生まれる10年前に、こんな恐ろしいことがあったの。あそうか 80年ですよはいえー、春は川あーの北側の方、ノモンハンというに呼んでおりますけども、そのエリアで大日本帝国の兵隊さんとソ連の兵隊さん、わずか20人ばかりが接触し銃撃戦になった。もう本当にね、小さな衝突だった。 それが大戦火に広がっていく。この時に小松原慎太郎という中将は歩兵64連隊、第一大隊に対して出動を命じたんですが、命じると同時に、えー、その関東軍の軍令部にそのことを報告しました。これが5月21日。で、これに対して軍令部は、ソ連軍はぼーっとしてるんで、この程度ですよ、言い方は。というのは、 この当時、日本の陸軍にあったのは、前に一回勝ったことのあるソ連軍だねっていう思いがあるんですよ。例の坂の上の雲の記憶が忘れられないから、舐め切っちゃってん、はい、で、向こうは必ず油断すっから、油断したらいきなり遅えっていう命令を出してる。ところが、現場は、それじゃ済まないんですよ。その出動した先でちょっと待てというのは、上層部がブレてるんじゃないかで騒ぐんです。はい。 上層部はブレているということで、将兵に示しがベージェフが、あの、ノモンハンで日本軍をやっつけた戦勝記念のパーティーをやったの。なんでそんなことやったと思うかなさん。いや、俺もね、それはやっぱりね、勝った戦争だから威張りたいっていうのと、日本が確かにあんな馬鹿な戦争をやったからと思ったんですけども、どうもそんだけじゃないというのが戦争の見方でね。 ノモンハンの事件というのは、陸軍が大失敗しただけではなくて、スターリンというやり手に、もう散々やっつけられたっていう、外交でも負けた失敗なんですよ。はい。そのスターリンというのがヒトラーと手を組んだばっかりに、ロシアの人の中にずっとわだかまりがあって、最初お前らヒトラーの仲間だったじゃねえか。日本と同じっていうね。日本もヒトラーの仲間だったわけですから。 一緒にされてたまるかっていうのをメドベージェスさんはどうしても言いたい。だから北方領土返さないんですよ。日本に勝った証拠って、北方領土取ってる以外にないんですよ。ということは、戦争はもちろん日本反省しますよ。ひどい戦争したんだ。だけど、解釈に至っては、そう簡単にできるもんじゃないんですよ。はい。この辺が難しい。 ところでね。で、私の大好きな柴良太郎さんはこれを書こうとして、はっきり言って失敗なさったんですよね。え、失敗そうなんですよ。それはね、資料を集めるのが難しいのと、作戦指導に当たった人がね、割と生きてらっしゃるんで、まだね、歴史として乾いてないんですよ。あの先の戦争は乾いてないんですよ。だから非常に扱いにくいんですよね。はい。 のモンハン事件を振り返ってみましょう。えー、時をどこからあ振り戻すかというと、1939年、昭和14年5月から9月での出来事であります。状況は日中戦争。これもう3年目を迎えております。もう泥沼ですね、日本にとりましては。で、大日本帝国抗学校に関東軍という軍隊を置きまして、対中国、対中に対して、小戦闘、小さな戦闘を繰り返していたわけですね。<は>で、 よせばいいのに失敗の第一歩ですが、この関東軍という、その、軍事専門に治安維持などの大きな権限も丸投げしてたんですよ。日本の陸軍は。それで、関東軍は、ここは全部俺たちが任せてもらってるんだっていううぬぼれがあって、東京にある大本営の言うことを聞かなくなっちゃうんですよ。はい。もうこれが全てですね、あの、 大東亜戦争の、あの太平洋戦争のいびつさはね。はい、で、一番最初は、もう同じ、尖閣と同じ、ちっちゃーな国境紛争だったんですよ。これは、春葉川の北側というところにおいてえ、わずか20名前後のソ連軍と日本軍の武力衝突から、ものすごい勢いで戦火が広がっていったという。だから、本当にちっちゃ じゃああの火種で国境というのは一辺に全面戦争になってしまうところなんだということを覚えておきましょう。はい。ええー、そこの地点、えー、にはですね、第23師団長小松原慎太郎中将という人がいまして、おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷和田です。ええー、というわけでついに置いてしまったという感じで、これはもう今もう必死になって読み込んでる最中。はい。これね、日本。 というよりも、大日本帝国が戦争で負けたっていう失敗は、一体、その何故の失敗だったのかっていうのを、資料を全部集めて検討するというね。こういう軍略ものなんです。すねでね、メンバーがすごくて、戸部良一さん、これ兄弟の政治学外交士の方、防衛大学の、えー、杉野義雄さん、それから寺本さん、えー、吉谷さん、わら早稲田の組織学の方、 村井智秀さん、東大の軍事史、金田新一上智大、組織論の方、野中育次郎、キャルフォルニア大バークレー校組織論。つまり、日本軍の敗北を、その、防衛、戦争、組織論、政治論、そういうものでもう一回振り返ろうという。壮大なテーマですね。これはね、俺もなんか、昔ね、夢中で読んだことが、 だったんですよね、はい、これちょっと問題のある言い方かもしれませんがこの失敗の本質を読む時にですねとにかく反戦とか平和憲法とかいっぱいあるかもしれませんが全部横に置いといて典型的な組織論で割り切って、はあ、戦争というものを見つめ直した方が分かりやすいんじゃないかと、はい、その中で日本が負けた戦争をピックアップしますけども,もう全部負けてるんですけど。 あの、日本は、だから負けたんですけど、その中でも有名な敗戦を、俺ね、この失敗の本質の中でね、すっごくこれ気に入ったっていうかね、なるほどと思ったのは、先の大戦ね、えー、ある人は太平洋戦争と言い、ある人は大東亜戦争と言っておりますが、その、えー、戦争に関してですね、日本は負けることについても失敗したのだっていうね。う戦争にはね、負け方があるんだ。 この失敗の本質という、この本はですね、戦争をどう見るかというと、戦争を最後の外交と見るんですよ。うん、こんなことがあるそうで、今年も間もなく終わってしまいますが、大変気なくさい火薬の匂いのする本年だったし、世界のあちこちからも火薬の匂いが漂ってきますが、こういうことを改めて考えますと、あれ とこう少しこう思うことになる。もちろん、さっきの大戦、太平洋戦争、大東亜戦争のことでありますけども、南洋諸島において日本軍は25の島に駐留してる。25の島を占領駐留してるんですね。ねはい、米軍との戦争で、米軍が上陸、占拠したのが25のうちたった8つなんです。あそんな少ないんですか そう思うだろう。ああそのことが、やっぱり、その、振り返るべき戦争の内容なんだよな。つまり、25の島に日本軍がいて、米軍,軍が、その、取ってった島って、たった8つしかないのよ。うん、たった8つしかないのに、